こんにちは。今週は内陸で連日非常に激しい雷雨となっていますが、7月のスタートは昨日までのような激しい雨の恐れはなさそうです。雲の様子を見ますと、西日本や東日本では梅雨前線の活動が活発化していて、この後も大雨の恐れがあります。道内では宗谷地方や内陸の一部で雨雲が発生している状態です。では午後の天気分布予想です。晴れる旭川や網走では25度以上、網走では昨日より10度近くも高くなりそうです。午後は道北やオホーツク海側、山沿いを中心ににわか雨があるでしょう。札幌周辺や太平洋側の各地は雲が広がります。そして風も強く吹くため、昨日よりも気温が下がりそうです。札幌は22度、そして室蘭の最高気温は18度止まりです。胆振地方では午後からだんだんと雨の降るところがあり、夜にかけては道南も所々で雨が降りそうです。では今の苫小牧の様子見てみましょう。強い風で煙が西の方に流れています。夜からは雨が降り出します。午後の天気です。稚内は昼過ぎにかけて雨、紋別周辺も夕方までにわか雨の可能性があります。昨日までのような激しい雷雨の恐れはないと見ています。太平洋側では道東で霧が発生し、西部では室蘭や苫小牧で夜には雨が降り出すでしょう。予想最高気温です。オホーツク海側は昨日より高く、網走や北見は夏日の予想。日本海側や太平洋側西部は昨日より低く、室蘭と苫小牧は18度止まりです。風の冷たさも加わり、7月になったことを忘れる肌寒さです。変わって今の札幌です。こちらも南風が強まっています。どんよりしていますね。週間天気です。明日も午後は内陸でにわか雨があるかもしれません。気温は日曜日にかけては高くなる予想。札幌も25度以上の夏日が続きます。月曜日以降はしばらく梅雨のような空が続きそうです。週末の日差しを有効に。